もこんにちは。最近のお気に入りは英国戦車、T1 スタイルズです。今回乗っていく戦車も、イギリス。ティアフォー歩兵戦車、マチルダです。ガルパンの、セントグロリアーナ高校の主力戦車でも有名な戦車だそうですね。ティアフォーミドルタンクながら、ヘビータンクのような重装甲、性能高め、なかなかの高貫通なペシペシ砲を搭載と、たくましい戦車ながら、歩兵戦車だけあって鈍速です。前線に着いたら味方が溶けていて大騒ぎ、なんてことも多いのですが、素晴らしく英国らしい戦車ですね。この戦車、マチルダという女性らしい名前がついており、昔はこの戦車を、クイーンアント、女王アリと呼んでいたとかなんとか。歩兵を従えて進む姿が、さながら、戦場の女王に見えたのでしょう。今回は久しぶりのテイティア戦場。あまり深くは考えず、まったり戦っていきたいと思います。そうそう、以前にカーナボンの動画を上げた時にですね、カーナボンまでフリー経験値で飛ばしてきたのですか?という質問を何件か受けたのですが、そんなことはなく、チャーチルマーク1も、マーク7は少しフリーを入れたけど、ブラックプリンスも、ちゃんと乗って進めてきたんですよ。特にブラックプリンスとマチルダはお気に入りでしたね。ブラックプリンスは搭乗員不足で、泣く泣く手放してしまいましたが、マチルダはガレージで、私の癒し担当として残しております。しかし遅い戦車ですね。この先のチャーチルシリーズや、AT シリーズ、アメリカの T28 と、随分鈍速戦車もこなしてきて、この速度には慣れっこなのですが、動画にすると、移動時間に何を話そうかなーって困ったりもします。で、いきなり戦闘開始。戦闘が始まると素早い攻撃が続きます。ダメージは低くても、装填は2秒を切る高速装填。トップティアならば恐ろしい火力となり、ボトムならば、嫌がらせがはかどります。駆逐戦車さえいなければ、走行で押す押すと攻め上げることも可能ですが、無理は禁物ですかね。できれば味方も苦戦するであろう、敵マチルダくらいはやっておきたいところですが。もちろんこういう高火力決断もやっておきたいところです。つまり食いがはかどる戦車ですねこうやって敵からバンバン攻めてきてもらうのは、足の遅い私には、非常に助かるのですが、さすがにヘルスがやばくなってきましたね。あまり正面から撃ち合ってはいけませんね。仕方ない、当初の目的通り、敵のマチルダでも、メイドの土産にして帰るとするか。と言いながら大きくタイムロス、えへへ。おそらくマチルダさえやってしまえば味方の負担も大幅に減るはず、絶対倒す覚悟でやりに行こう。いきなり会いに行ったら、きっとびっくりするんだろうなぁ。うふふふふ。おいマチルダさん、紅茶の時間ですよー。やったぜ。あぶね、アレクトだね、ダメ、絶対。危なかったぜ。いくら死ぬ気でマチルダやりに来たからって、そうやすやすと死にたくはないでござるよ。アレクトが油断マンじゃなくて助かりました。むむ、また来そうだな、あいつ。いや来ないか、なら進むとしよう。あれれ?さっきまでグラント先生がいたような気がしてたのだが、いつの間にかどう曲がったんだか。あっと、先生が行ってしまわれた。残念無念。残る敵も御用のみ、これは勝てそうですね。おそらくこの辺りに自走砲がいそうですね。お、いましたいました、やっちゃいましょう。窓から失礼しますよーと。素敵な時間をありがとう。そういえばこのマチルダ、モッドで、セイブロ仕様になっています。なかなか面白いですよね。でも私は、普通のマチルダの方が好きなのですがね。マチルダしかり、英国戦車、ビジュアルが好きなんですよね。特にチープテンが好きです。あいつは乗り捨てられてるのかな?よくわからなかったが素敵な時間をありがとう。ラストは山猫さんですね。あいつを食べればトップガンか、食べたいなぁ。まあいいか。ちょっとだけマチルダの姿をお披露目しとこうかな。
こんな風に、センブロの刻印が入っているんですね。あ、山猫、逃がさんぞ。目標への方向。えへへ、がっかりいただくのである。戦闘結果です。マスターバッジ、大口径、トップガンをゲット。死ぬかと思って倒す敵を絞って進んだつもりが、ちゃっかり生き残ってマスターバッジ。さすがはマチルダちゃんですね。このマチルダ、昼豚の角度を勉強するにもぴったりだし、重戦車の練習教材としてもぴったりですね。撃ち合うタイミングを勉強するにもいいし、ある程度信頼のある装甲も備わっているので、初心者におすすめの戦車ですね。ただし、この先のチャーチルたちは大いに使用が難しいので、ここで止めておくのが無難かもしれませんね。今回は2本立て、2試合目に移行します。2試合目はまったりと、フリートークをしていこうかなと思います。久しぶりですね、フリートーク会。この動画を公開し始めた本日は、3月14日、そうですね、世間では、ホワイトデーと言われる日です。思えば一月前、私は、チョコレートが嫌いにもかかわらず、会社の女性陣の方々に、たくさんチョコレートをもらってしまったわけです。それは一月前、ガーナーボンの動画でお話ししましたよね。そんな経緯もあり、スタイルさんは本日、泣く泣く皆様にバレンタインのお返しをさせていただきましたよとほほ。お返しをしないと私のステータスは下がり、するにしても、アメちゃんをあげるとあれだとか、マシュマロをあげるとあれだとか、クッキーをあげるとあれだとか、いろいろ意味があって大変なんですよね。気にするとキリがないのですが、私は芸がないとしても、チョコレートで返すようにしています。でもさすがに、ただのチョコをあげるのはまさしく返さないのと同じになりかねなかったり。だからといって、高級チョコを皆様に返す余裕なんてないので、それなりに私のステータスを下げない、品格のあるチョコ選びをしなくちゃいけなくて、結構お返し選びも大変なんですよね。いろいろ見比べながら、嫌いなチョコレートを大量購入。それを一人一人に、バレンタインのお返しでエース、って、渡さなくちゃいけないのが、なかなか疲れますね、とほほ。全くお返しを渡さない選択肢もありっちゃありなのですが、結構さ、周りの男性陣が返しているのに、スタイルさんだけ無言のホワイトデーを迎えるのも、なかなかにしんどいんですよね。世間体って、社会人になるほど無視できなかったりします。そんなスタイルさん、最近高熱にうなされておりました。夜中にね、熱がさ、すごい出ちゃってね。ふらつく体、意識をつなぎ止めながら、頭だけでも冷やさなきゃって、冷凍庫のアイスノンを頑張って探し出してね。そいつで冷やしながら、朝を迎えたわけです。でね、そのおかげか何かはわからないんだけど、一夜で熱は下がって、翌日なんとか体を起こしたわけさ。でもね、びっくりなんですよ。私の首筋から胸にかけて、パジャマがね、まあ悪化なんですよ。え、何？出血？なんて思いながら、頭のアイスノンを手に取ったらさ、そいつがなんと、生臭いのなんの。実はそれ、アイスノンじゃなくて、明太子だったんですよねー。いやさすがのスタイルさんもびっくりでしたよ。歴代指折りでうっかりさんでしたね。自分で思わず笑っちゃいましたからねー。やり上がり、嫌上がってすらいないってのに、布団を洗濯したりなんやかんやでね、もう大変でしたよ。どんだけ浮かされていたんだかって話にしておきましょうかね。スタイルさんの名誉のためにも。そんなドジっ子スタイルさん、ここ最近は休日や仕事帰りにボットをやる機会が減りまして、代わりに動画の編集に当てるようになりましたね。一時期は帰宅したらボット、休みはボット、そして睡眠時間を減らして動画編集、そういうルーティンができていたのですが、さすがに体力が持たなくなってきましてね、動画をちょこちょこ編集する機会が増えました。おかげで多忙なこの年度末も、更新ペースを落とさず動画を公開できております。まあ時期に編集ストックがなくなったら、またボットに明け暮れるのでしょうがね。ここに来て、なんだか突然作りたい戦車が増えてきちゃってさ、何から手をつけようかなーって、そういうことを考えながら編集に取り組んでおります。物理エンジンも導入されますし、新しい戦車も増えてくるようですからね。賛否両論あれど、ボットに変化が訪れそうですね。というわけですからね、皆様も、これからは、
第3位バレンタインデーチョコ送らないようにしましょうね。警戒を強めましょう。無駄話の2戦目。戦闘結果は、マスターバッジ、大口径、凶暴者でした。コースの隅っこから敵をペシペシ撃っているだけ、そんな試合だったのですが、一方的に攻撃を入れられるタイミングも多く、美味しい試合でしたね。このように、マチルダは遅い子だけど、非常に扱いやすい子です。英国のデビュー戦車にぴったりですねー。といったところで本日はここまで、ご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録をお待ちしております。ではでは皆様、まったねー。